こんにちは、プロトリフチャンネルです。こう綺麗な花でしょう。お日様が当たるとパッと開いて夜になると閉じるという閉会運動をする花、これアークトーチスという名前のついている植物です。以前はダークグリーンの葉っぱが多かったのですが、最近はシルバーリーフ系のものが多く流通しています。まあ春ですからキク科の仲間ということで、マーガレットに花は似てますが質感がちょっと違うし、花も大きいしということで、寄せ植えをしてもいいし、一つで大きな鉢に育ててもいい植物です。お日様が大好きな植物ですから、よく日の当たる場所で管理をしてください。水は乾いたらしっかり、長く花が咲くので水溶性の肥料を月に3回やってください。そうするとこのように次々と下から花が立ち上がって、長く花を楽しむことができます。ですから傷んだ花は早めに切っておくと。そうしないと次の花が上手に立ち上がってきません。でもこのビタミンカラーを中心とした花色は、ぜひ春の庭に欲しい花色ではないかと思います。